い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。今回はですね、信長の野望小生録パワーアップキットの続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、いよいよ武田と開戦をしていてですね、まあ、東は武田と交戦中です。まあ、今はですね、まあ、お互いに攻め合っているという状態で、深市城からですね、まあ、これ中山道でいいのかな、をですね、まあ、武田の部隊が岐阜城に向けて進軍中、逆にですね、味方の方はというと、同じく深市城に、主力の、まあ、道路ではないところからにはなるんですが、進軍中という状態です。なので、まあ、ちょっとこのね、お互いに攻め合ってるっていう状況を逆に利用して、今回は信長自ら出陣をさせていきたいと思います。で、一旦信長はですね、先ほど行動を実はすいませんしてしまいましたので、一旦だけ送らせていただきます。信長を先に出陣させたいので、で、西名は登用できるなら投用したいけど、投用できないか。西名の能力は騎馬 A か、まあ、このまま生かしておくわけにはいかないな。まあ、武田とはもう全面戦争になっていく様相なので、武田の戦力はできる限り潰しておきましょう。で、西は姫路城攻略中なので、まあ、あの姫路と武田の深市と、まあ、二正面作戦を展開しているという状況にはなっています。なので、まあ、しっかりとまずは姫路、深市、まあ、信濃と備前ですね、こちらの方へ進行をしていきたいと思っています。今回はですね、信長には鉄砲を持たせて出陣をさせようかなというふうに思ってますので、その鉄砲隊で武田の騎馬隊を打ち払いましょう。まあ、そのために実は前段階で、お金を安土に集めて、安土で鉄砲、まあ、約4000丁買ってます。なので、この4000丁の鉄砲をうまく使ってですね、武田の騎馬隊を殲滅していければいいかなというところですね。で、高坂正信の部隊か、これ結構大きいな。これに攻められるとちょっと危ないかなって感じもするけど、まあ間に合わないよな、きっと。では信長を出しましょう。で、ちょっと陣をどうするかなんですが、まあ、基本的には4番、1番、5番を鉄砲に変えましょう。これでいいかな。前衛の2番と3番の部隊は足軽で、後衛の4番と5番が鉄砲で、信長率いる本隊1番も鉄砲という形ですね。これで、では出陣をさせていきましょう。あとは持ってくれるかどうかですね。で、その他軍勢は出せるだけ出します。で、勝家に関して言うと騎馬適性が高いので、騎馬に変えていきましょう。2番と3番を騎馬に変えていきましょうか。で、1番は騎馬で、5番がまあ足軽にしておきますか。なので、2番、3番、1番を騎馬に変えていきましょう。これで出陣です。で、その他出せるだけ出していきたいので、まあ、戦闘力の高い順に利家、まあ、利家は全部弓でいいでしょう。槍でいいでしょう。
まあ、槍の又左衛門ってね言われたぐらいですからね。でまだまだ兵は残ってるので兵糧がちょっと心もとないかなというのはあるんですが、まあ、秀吉さらにはそうだな秀長も出しましょうか。でさらに信忠出しましょう。これでいいかな。で攻撃目標はもちろん深志城ですね。岐阜城がねもしかしたらちょっと危ないかなという気配が少ししているんですが、まあ、最悪の最悪岐阜城は失陥というのも仕方ないかなというところですね。ではちょっとこれでターンを進めていきます。姫路城の攻略戦はなかなか苦戦してますね。で赤松正秀切りましょう。姫路城の攻略隊はほぼほぼ全滅か。で安土城からは米を持ち出しすぎたので兵糧不足に陥ってますね。まあ、補給を入れましょうか。10月なので、まあ、ちょっとどこの城も米はある程度は余っているんじゃないかなと思うのでその米をうまく使って安土に補給を入れましょうか。まあ、この川越城近辺もね常に戦闘が起きてますけど、兵糧がちょっとないので二条城は兵糧結構あるよね。二条城から三雲に兵糧を持たせましょう。まあ、なんとか武田の騎馬隊を殲滅したいので信長に鉄砲を持たせているんですが、まあ、鉄砲隊強力なんですけどやっぱりね正面からぶつからないと鉄砲隊の強みが活かせないのでできるだけ正面に、まあ、相対することができる場所で迎え撃ちたいところなんですけどね。取り付けるかっていうとこですね。それまでに一応味方の部隊もすでに何人か取り付きつつあるという状況なので、まあ、この状況をやっぱりうまく利用して信長自らというか信長の本体の鉄砲隊のダメージを最小限にした中で深志城の近くにまで信長を進めたいんですよね。信長がすり減った状態で深志城に近づいても、まあ、あんまり意味がないというか鉄砲隊が消耗してしまう、まあ、鉄砲自体がすごく高価なんで、まあ、鉄砲隊が消耗するのはそれだけ資金的にももったいないというのもありますからね。
さ岐阜城の防衛戦はちょっと委任して任せちゃいましょう。まあ、なんとか守りきってほしいかなというところですけどね。早速門が突破されてるな。信長自体はね、自分の城を攻められたことがほとんどないと言っていいほど、どちらかというと攻め込む側で戦ってきた武将なので、岐阜城が信長在命中に攻められたってことはないんですよね。まあ稲葉山城ですけどね、元の。今回はその岐阜が攻められてるわけですが、なんとかきっちり防衛したいな。高坂隊はここで殲滅しておきたい。突破されたが、まあまだ大丈夫かな。今回は守りきれそうですね。ただこの後敵が雪崩を打って侵入してくるとちょっと危ないかな。なんとか信長の部隊がたどり着ければ救援したいですけどね。社隊の後はまだ部隊は続いてはいるか。信長をここで使うのはちょっともったいないけど、まあしょうがないよな。岐阜城は兵はただ残ってるか。そしたらまずは信孝を出しましょう。何？信孝の方が逆に殲滅されるの？あの状態で。いやーさすがだな。しまった、間違えた。これが致命傷にならなければいいけどな。まあ、岐阜城はすぐ取り返せるとは思うんですけど、岐阜城をね、失陥するっていうこと自体が織田家の威信が失墜しかねないですからね。で、姫路城攻撃隊は、まあ、引き続き出てるけど、姫路城もなかなかの消耗戦になってしまってるので、できればね信長の本体を投入して一気に蹴りをつけたいんですが、まずは眼前に迫っている武田軍ですね。これをある程度屈服させてからでないと転進が難しいかなと。岐阜城か、これは守りきれるでしょう。守ってもらいましょう。社隊
まで侵入されたか。まあ、ただ敵の兵も決して数は多くないので、これで殲滅できるでしょう。まあ、逆に城で迎え撃って敵の戦力をね削るっていう意味では、まあ、岐阜城の防御力が落ちてはしまうんですけど、まあ最悪よしということで、この後の攻略戦の方に生かしましょう。この岐阜城のダメージを。さあ、ではちょっと信長の力を試しますか。一度攻撃で鉄砲隊の威力を確認しましょう。いや、さすがに強いな。さらに正射して、強い。で、ちょっとこの先なんですけど、信長を先行させたいので、自分でちょっと動かして行動済みにだけはしちゃいましょう。この後陣替えとかを少し考えて、敵がおそらく騎馬隊なんですよね。武田の騎馬隊、今だと信長の眼前はがら空きの状態なので、信長の本陣に武田の騎馬隊が突撃をしてくる可能性があるんで、ちょっとそこは陣を組み直した方がいいかもしれないですね。要検討かな。さあ、オブ虎正隊に信長をぶつけたいので、まずは信長を向けましょう。で、この時やっぱりその再三言ってるように正面を向いて相対したいので、この細い道はうまく使いたいんですよね。姫路城は落とせないね。少し史実よりも、まあ勢力というか領土の拡大が遅れている状態ですね。今1575年、1月という状況ですからね。1575年、ちょうど多分ねこの辺りに、長篠の戦いが起きていたんじゃないかなと思うんですけど、長篠の戦いっていつだったかな。いずれにしてもまだちょっとね、遅れているかなという状態ですね。できればもう少しね慎重していきたいんですが、お、福島正則か。戦闘力90はありがたいね。雇いましょう。
人が来てるか。ただお金がちょっとって感じだし、武将がいないんで何もできないな。まあ内政に勤しんでいるって感じかな。お舞台は一旦引き上げていったのか。どこに行った。お舞台が消えている。お舞台は一度引き上げたっぽいですかね、これ見る限りね。ついに姫路を落としたか。いやー長かったな。ただ何回か前の回でお話ししたかなと思うんですけど、クリアン条件の一つとして考えていた本能寺の変を起こすっていうね、イベントに関しては現在光秀が浅井側で、浅井との同盟はまだ、維持された状態で、その傘下に光秀がいるんですけど、光秀を矢上城、あと斎藤利光も矢上城で、あとは秀吉と黒田官兵衛ですねを姫路に入れておく必要があるんですけど、今の状況だとまず明智光秀と斎藤利光が浅井の配下にいるので、まあ、信長の傘下に組み込めないで、官兵衛もまだ味方になっていないという状況の中、なかなかちょっとね、その本能寺の変を起こす状態にするのが難しいかなという状況なので、今考えているのはですね、まあできればではあるんですが、お、さすが信長だな。一撃で敵の本陣を狙い撃ちして終わりましたね。兵糧はまだ6ヶ月もあるんで大丈夫でしょう。このままにしましょう。なので、まあ、ちょっとねそのまま本能寺の変を起こすのが難しいので、逆に本能寺の変が起こせないのであれば、本能寺の変が起きた時の信長の最大領土、最大版図に相当する領域を領有したらですね、まあ、クリアという形にさせていただこうかなというふうに思っています。なので西は備前、まあ姫路ですね、まあ今取りましたのでよしとして、で東は、まあ、信濃、まあ、筒子ヶ崎館の攻略をもって一応この小勢力はねクリアしたってことにさせていただこうかなと思ってますんで、そしたら今度は全軍を武田領に振り向けていきましょうか。でうまくね武田殲滅作戦がうまくいけば、この後は烈風伝の方にね進んでいきたいと思いますんで、まだまだ、過去の信長の野望シリーズやっていくんで、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。まあ、各国大名かなり動きがこうやって見ると活発化しているんで、うまくはまれば一気にね領土を拡大できる要因はあるかなとは思うんですけどね。じゃあここは信勝に行かせましょう。でちなみに今の勢力状況なんですが、もうこんな感じでやっぱり信長が頭一つ出てるかなという状態ではありますよね。あとはまあ毛利、島津、あとは上杉というところが少しずつ大きくなってきているかなという状況には見て取れますね。では攻撃目標をいよいよ
ツツジヶ崎館に向けていきましょう。今深志城は攻略中なので、深志城ともう一つ武田が領有しているツツジヶ崎館、ここを攻略していきましょう。名古屋城の委任状態は今不可視状になってますね、まあ、これはこのままでいいでしょう。で、松倉城がどうなってたかっていうと、松倉城の委任状態も不可視状になってますね。なのでこのままでよくて、大阪は土ヶ崎館さっきやりましたね。じゃあ西賀は諸畑城になってるんだ。まあじゃあこれはこのままにしとくか。で、八神城は鳥取城になってるよね。これを、まあこれもこのままで、いやーどうしよう。ちょっとチョーク遠征にはなりますが、ツツジヶ崎館に向けますか。なんか着く頃には兵糧切れを起こしてそうな感じもしますけどね。で、姫路に関しては委任しちゃいましょう。で、目標を諸畑城にしていきます。で、武将はどれくらい入ってるかというと、まあそれなりに入ってますね。3人入ってるので、まあうまいこと3人で回してもらいましょう。で、星名隊には信長で攻撃を仕掛けて一気に蹴りをつけましょう。いやー、信長の正社続くと強いわ。で、さらに正社していくわけでしょ。いや、これ信長マジで強い。これで星名の本陣を撃滅ですね。切りましょう。そしたらある程度目処がついてきたんで、もうここからは力押しに変えていきましょうか。で、あと、まあ一応ですね、今プレイしているゲームが少し多くなってきていて、まあ、今ちょうどご覧いただいている、おっと裏臭いが切られたか。逆に まあこっちも散々武田の武将を切ってきてるので、まあしょうがないですけどね。で、ちょっと話戻しますが、一応ですね、今プレイしているのがこの小勢力と、あと戦国立志伝小早川秀明のプレイは引き続きプレイしているという中、ポケット戦国と、あと This is a Police を今、まあ積極的に収録中という状況です。で、その他ちょっと一旦ですね、収録が止まってしまっているものとしては、提督の決断、あとはジオポリティカルシミュレーター、この2つの収録が少し、頓挫してしまっているので、これをなんとかね再開していきたいなと。で、あとはすいません、あとハーツオブアイアンとかもね、しばらくプレイできていないので、新しいシナリオ、新しい新プレイをやっていきたいなと思っているので、まあ、このね調整力しっかりと蹴りをつけて次のゲームに進んでいきましょう。そのために先ほど土ヶ崎館、あと、まあ今まさに攻撃に向かっている不可視城ですね、この2つを取りに行きましょう。で、もちろん取った姫路は守りきらなければ意味がないので、そこもねしっかり考えながら追加で派兵をしていきましょうか。
で、おそらくはですね、不可思議城に関しては今いる部隊、今攻撃に出てる部隊で落とせると思うので、まあ、問題はこのツツジヶ崎館ですね。武田の不可思議城、まだただ5000からなる兵が詰めてる状態ですからね。まあ、まずは姫路の復興もね、しっかりやっていかなきゃいけないっていうのと、浅井軍がね、思いのほか頑張ってるっていうのもあるので、さあ、ちょうど長篠の戦いが起きた、確か1575年6月だったと思うんですが、ここで信長の鉄砲隊で武田の騎馬隊を打ち払っていきましょう。ちょっと攻撃はできないのか。そうすると社隊はどこに向かってるんだ。社隊の向かってる先が全くわからないけど、まあ、ここは攻撃して一気に敵を殲滅しましょう。ちょっとこの騎馬隊の編成微妙だな。騎馬隊はどういう風にするのが良かったのかな。ちょっとこれだとね、思いのほか思ったような戦果が上げられないかなって感じですね。さてはいよいよ不可思議城に取り付いていきましょうか。まあ、武田の不可思議城に詰めてる兵というのはもうそれほど多くはないかなという状況なので、まあ今いる信長の部隊で力攻めで、まあなんとかなるかなという印象はありますけどね。
本当に各国戦争戦争っていう感じだからな。でちょっと姫路はどうなってるかというと、うまく機能していってるのかな。石川がまあ動いてはいるので機能はしてそうですね。鳥取城もだいぶ浅井からの攻撃に耐えてるな。まあ、姫路城も相当に手こずりましたけど、まあ、大概ですね。まあ、数正もね、三好家に捕まって今は三好家に登用されちゃってるからな。まあ関東管領についたとも言われてますからね、武田を滅ぼした後は。でちょっと詳細を確認しましょう。7ヶ月分残ってるな。で何をしなきゃいけないかというと、まずはしっかり確実に仕留めるために、3方向は攻めて囲みたいですよね。ちょっとね今回長くなってきてますが、なんとか深市場は攻略したいのでもう少しお付き合いお願いしますと言っていたら、いや勇み足だな。やってくれたね。ここはねきっちり行動済みにしなきゃいけなかったところなんですよね。ちょっとこれは僕の落ち度だな。まあしっかりとここはただ勝家に削れるだけ削ってもらいましょう。こうなってしまった以上は。家に持たせていたのは騎馬隊だったので、まあまあまだまだこれからってところですね。しっかりと城に寄せ手をつけておかないと今みたいなミスが起きてしまうので、寄せ手を張り付かせたらしっかりと行動済みにまでするっていうところですね。福島正則が早速出てきてるの。勝家はもう一旦返しましょう。さっさと張り付いた人は全員行動済みになったのでよしとしましょうか。
まあ、三方向から囲めばさすがに落とせるかなっていうね、まあ、結構この小勢力に関しても城攻めに関しては完全に数ですね。で野戦に関しては、まあ、側面とか背後とかを取った方が圧倒的に有利かなっていうね、まあ設定になっているかなと思いますから、まあ、城攻めするときは、まあ、最低でも2方向できれば3方向4方向全部囲んでしまってから攻撃を仕掛ければそれだけ一度に城攻めに、まあ送れる兵力兵士の数が増える分圧倒的に有利に戦いが進められますからね。さあではまず今回は不可市場を完全に落とし切りましょう。そこまでねプレイをさせてください。よし、これで3部隊出陣ですね。秀長、秀吉、信長、まあ、かなり豪華だな。じゃあこれで行きましょう。まあ、しっかりね落とし切ってくれればいいんですけどね、不可市場もまだまだ硬いかなって感じありますからね。二の丸までもう侵入してるので数のヴィランで一気に突き進んでいきましょう。たださすがにまだね敵の方も元気いっぱいなんでもうここは数の暴力で訴えていくしかない。さすがにこちらの兵力の減りも早いね。まあただやっぱり3方向を抑えたのが大きかったね。おお鬼見のだな馬場信房。まあ斬首しましょう。ちょっと情報だけ見ましょう。牙はそれでも B なんだ。戦闘力83ですね。全員武田の残党は処刑です。では委任で今度の攻撃目標を新たにここつつじヶ崎館に変えていきましょう。まあこれでしっかり蹴りをつけられれば次のステージへと進んでいきましょう。というわけで少し今回長くなってしまったんですが、まあ、今回目的としていた、西は姫路、東は深市ということで、まあ、2つの城を取りましたので、まあ、次回最後ね武田の本拠地つつじヶ崎館を攻めていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。